しなべとは、しなしなのとものをあるいは、とものみやつこの和訓を持つ古代日本の人的集団、組織のこと。上記のように複数の意味を有する。大化前代においては、とものみやつこなどの豪族に率いられて朝廷に、様々な物資あるいは労働力の形で奉仕を、行った。また、五世紀後半以後にトラした、トラ人の技術者集団の中にはしなに属したものが、 多いとされている。対価の改新以後、一部は廃止されるが、残りは再編されて監視に付属され、功能の一環として、宮廷で用いる、写真品や特殊な技術を必要とする、工業製品の生産を義務付けられるようになる。大法令内の職員令においては、所属官庁、品部名、法廷個数はそれぞれ以下のように定められていた。身分としては、 一般の公民と同じ領民を構成したが、公民と比べると身分は若干劣るものとされた。ただし、官庁への冷蔵度は弱く、戸籍登録も居住地の戸籍に一般公民と等しく登録されるなど、待遇としては一般公民との差別はほぼなかったとされる。職務、身分を接襲する常の品部の他に一般公民より、 臨時に編入する仮の品部が存在した。駒とおよび、千個の一部は、毎年一定量の量物を効納したが、その他は一個あたり一名が、一定期間の交代制か臨時に関しに乗番して、漏液を行うか一定量の製品を効納した。その代わりとして、庫内の海域の一部もしくは、すべてが免除され、兵役からも除外された。奈良時代に入ると、養老五年に、主。 高塚佐の品部廃止が行われ、続いて天平法治3年に高度な技術を要する予行送電車以外の品などは原則廃止されて高度に編入された。その後も品などの廃止が続き、平安時代の演技式の時点では、兵庫領の古水詩のみとなった。これは古い部民性の残紙である品部そのものが律令性と相入れなかったこと。 立料性の衰退によって、品部の維持が困難になってきたこと、社会経済水準の向上によって民間からの調達、攻撃が可能になったことが複雑に絡み合っていたと考えられている。学術的には同様の組織である雑都と合わせて、品部、雑個性と呼ぶ場合もあるが、雑都の触小範囲は、軍事関係の技術労働に従事しており、またその戸籍は、 一般の戸籍とは違う雑戸籍が独自に構成されており公民との法的な身分差は品部よりも強いとされる。ありがとうございます。